あやっべ、草むら草むら、この中に入っとこう。さあ気づくか、一回ここ巡回したからね、気づかないか。おっと、スッと通ってった。やっぱりね、このプレステージ衣装が本当に強いんだよね。さ、ただいまね、そこをちょっとロッカー開けていたと。皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ私今回もね、血まみれ衣装プレステージめぐちゃんでやっていきたいと思います。そしてね、オファリングちょっとなんか持っていこうかな。あ、そうだ、バックスウォータースワンプに行きやすくなるっていうものをね手に入れたので、こちらを今回ねちょっと持っていきましょう。さあそしてメンバーの方はめぐちゃん、プレステージして血まみれ衣装のめぐちゃん、救急キット持ちと、あとはねエースがいるっていう感じでございます。さあ、今回ねオファリング、まあ私のがひっくり返ると思うけど、他生存者も持ってきてる。運が上がるっていうポーチか、うん、がひっくり返ったと。ありがとうございます。さあ、今回ねこのオファリングでバックスウォータースワンプいけるかな。確率としてはね、あの確実ではないんだけど、まあ若干確率が上がるので、まあいける確率としても半分ぐらいとかかな。結構これ持ってきてもねいけなかったりするんだけど、まあまあちょっと淡い期待を持ちながらね今回やっていきたいと思います。そして今回のめぐちゃんの方がパークの方でね、あのキンドレッドっていう肉掛けフックのマークのパークがあるんだけど、そちらがねついにベリーレアになりまして、あのベリーレアになるとね、私がもし肉掛けフックに吊るされた場合、まあ、他の生存者にお互いの位置が分かるのと、あと殺人鬼が8メートル以内にいるとね、殺人鬼の位置も強調表示するっていうものになっております。さ、今回ねバックスウォータースワンプじゃないと。さ、地下室があるのでね、もうスッと入っていっちゃう。なんだろうな今回の殺人鬼は、なんだろうな。ひとまず、宝箱。いや今回ラッキーだったね、いいところに私これ生まれたね。さ、早速ね試合開始、一発目の宝箱、しょぼい救急キットいただきありがてえ、何よりはマシだと。 OK、 あれ切られてる、見つかっちゃったようだね。じゃあ今誰かがターゲット取ってるから、今のうちのこれちょっと発電機頑張りましょうか。この裏っこ、あ、トラッパーだ今回。うん、紛れ、あれ2人やられてるってことは、今回こちら側は平和なんだ。なんかあれかな、ちょっと縦長マップかな今回。あ、そこに発電機、 OK、 じゃあそこ行ってみましょう。大丈夫かな、縦長マップであればね、こちら側は比較的安全なので。あら、一人自己治療終わったようや。 OK、 いや大丈夫だといいんだけどね。もう一人がねまだ傷ついた状態だから、頑張ってね自己治療していただきたいな。さあ、ちょっと発電機できれば寸止めぐらいまでね1個こちら側持っていきたいところではある。ナイス、縦長マップっぽいな。うん、向こう側がねついたと。大丈夫か、まだ生存者傷ついている。あ、やられちゃった、追われてたんだねやっぱり。うん、向こうか、結構遠いね。じゃあこちら側はちょっとなるだけ急いで発電機、あ、ナイス、ストライク持ちだ。うん、あの声はめぐちゃんの声だな。もしかしたらプレステージしてるめぐちゃんストライク持ちかも。まあ、めぐちゃんのうちどちらかがストライクだと。いやー、ストライクもね本当に強いんだよね。レア度が高くなればなるほど、あの殺人鬼に与えるスタンの時間が長くなるので、いやー頑張って逃げてほしい。さあ一旦寸止め、うん、おっと、2つ目の宝箱発見、ありがてえ。多分こちら側は今比較的安全だと思うので、宝箱開けてね、もう一個発電機頑張りましょう。さあ、二つ目は、ダララーンとこれ。お、これいいじゃん。ね、緑色のこれツールボックス。いや、ありがてありがて。ん?自己治療終わったようだ。よかった。やっぱストライクでスタンさせとくとね、あの、本当に、おっと、ツールボックス、これちょっと使っちゃおうか。サボタージュさせていただきましょう。ただこっちで音がしちゃうから、殺人鬼来るかな?パンとこれ。
生存者側にはね音しないんだけど、パンって音、あんなところにトーテムもあるの。いや、あの場所のトーテムってね、なんか壊せそうなようで壊せなかったりするんだよね。これね、なんかね、壊せそうで壊せないっていうね、壊したいんだけどもいけないか。たまにああやってね、なんかトーテムのところ張り付いてたりすると、ほんのちょっとの場所だけがね、なんか壊せるポイントだったりするのでね、あのちょろちょろ角度を変えながら見てみると、壊せそうではあるけど、あそこのトーテムは多分完全に壊せないんだろうね。さあ、こちら側、殺人鬼来ないね。にゃんこちゃんもピカピカしないし、ドキドキ音もしないから、向こう側でずっとやり合ってるようだね。どうなってんだろうな。向こう発電機が1個ついて傷ついた生存者がいたから、確実に2人ぐらいはいそうだね。ってなると、こちら比較的安全なので、2つ3つぐらいちょっと寸止め発電機をね持っていきたいところ。さ、ん？ピカってなった。来てる。ちょっとここら辺ねお邪魔しまして、今回ドキドキするから、心音がする系殺人鬼か。こっち見てぐるっと見に来るか。一旦向こう行った方がいいか。おっと、切られている。ってことは、こちら側比較的安全だと思ってね、生存者も来ていたと。 OK。 ちょっと中央で戦った形跡があるね。ってなってくると板がないか。お、これはいいぞ。ちょっとサボタージュさせていただきましょう。いやー、これね、一応壊しとくのがね、トラッパー相手のこれコツなので、まあこれでね、一つでもトラバサミをかけ、ん？メグちゃん？あ、向こうか。ちょっとこれ、ん？そこでもサボタージュしてるな、誰か。カチカチやってるぞ。そこ壊してる？メグちゃんだ。ナイス、メグちゃん。お、ストライク。あれ？ってことは別のメグちゃんがやられたようだね。一旦こちら戻ろう。中央の方まで走っていくかな。多分安全地帯があんまりもうなくなってきてると思うから、これ気をつけないとな。向こう、え、嘘でしょ。さっきメグちゃんが引っ掛けられた付近の、あ、失敗した。こっち来るかな。メグちゃん引っ掛けられた付近のこれ発電機ついた。あ、ん？向こう今赤かったの。向こうに、あ、中央に行ったんだね、殺人鬼が。これね、トーテムやっぱ壊せないよね。壊したかった。400ポイント美味しいから欲しかったけど、まあひとまず、ん？メグちゃん？中央か。まあそこ戦った形跡があったから、板がね、もうなかったんだろうな。さあ、ちょっと私、ここ寸止めぐらいまで持っていきたい。一応、もう一個もね、寸止め発電機作ってあるから、ここ、よし、OK。寸止め完成と。ちょっとこの2かけ区も壊しちゃおうかな。1個ぐらいね、ちょっとこれ、壊させていただきましょう。さあ、メグちゃんがあっちか。結構遠いな、この場所。あ、一人切られてる。ってことは向こう、あ、やば、失敗した。向こういるんや。大丈夫かな、大丈夫かな。もう一人行ってくれてるかな。ちょっと壊したら迎えに行きましょうかね、私も。よし、ここ壊しきれそうだね。あれ？ OK、ナイス、救ったようだ。だが、しかし、2壁にならないと多分あの方を救えないから、ちょっとここは殺人鬼にプレッシャーを与えていこう。さ、発電機ね、2つ。つけちゃおうかな。もう一個も寸止めだもんね。さあ、残り発電機一つで殺人鬼にプレッシャーを与えて、まあ、これでね、ちょっと焦るかな、殺人鬼も。で、まあ、今2人怪我してる状態だから、なるだけ急ぎでね、発電機もつけて、ちょっと逃げれるようにね、しましょうか。1人は自己治療できそうではあると思うんだけど、1人危険そうだな。ちょっと頑張ろう。こちら側の発電機は全部ついたっぽいな。中央の発電機もついてるか、1個。そうなってくると向こう側だね。今回殺人鬼ずっと向こう側にいたから、ここら辺ね、気をつけないとな。たまにここ草むらのところも、隅っこのところね、生存者が歩くやろうっつってね、トラバサミかけてたりするんだよね。ちょっと近い、近いね。どこいる。あ、そっち生存者が走ってた。あ、トラバサミ解除、ナイス。お、自己治療いつの間にか2人終わってる。ナイス、自己治療。ん？にかけ服がないぞ。1人メグちゃん、そういえば壊してたな。ここら辺もしかしたら、あ、サボタージュ持ちメグちゃんか。メグちゃん、あ、そこ壊してる。メグちゃん、これよかったらさ、これ使いな。あ、メグちゃん、メグちゃん、これ、うん、サボタージュ持ちだったらこれ持ってた方が多分早いと思うから、うん、それ使いな。
いいよいいよ。まあ、こうやってね、あのサボタージュ持ちの方に壊していただいた方が早いと思うので、あのメグちゃんにはね、もうガンガン壊してもらおう。お、メグちゃん早っ。あら、メグちゃん、ちょっと待って、引っかかってる。どうした、メグちゃん、んこっちに誘ってる？あ、一緒に行こうよっていう感じ。地下室って、向こうにあったけど宝箱はなしと、うん、さ、メグちゃんがこちらサボタージュ、まあ多分すぐだろうね、早そうだね。ん？一人が治療終わった。あれ？切られてたのか？我々があのサボタージュじゃなくてツールボックス渡してとかやってる間に。お、トーテム発見やん、これラッキートーテム。さ、うまうまのね400ポイントいただきましょう。今回トーテムの方があんまりこれ見つけられなかった。ん？またやられてる。多分こちら側は比較的安全だと思うから、他向こう側だろうね。こちら側発電機はないと。どこだ、あと残り中央かな。あ、戻ってきてんだこっちの方。ちょっと隠れれるところ、いやでも中央行かないと。大丈夫、中央行きたいんだけど。来てるってよ、来てるって、殺人鬼近いってよこれ。怖いな怖いな、追われてそうだもんね、一人怪我してるから。こちらからスッとね、あの向こう側行けばいいんだけど、どこの発電機があと残ってた。あ、殺人鬼やっぱ中央来てるね。そこちょろ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 してんだ。生存者頑張ってほしいな。だいぶうまいことね、あの殺人鬼を巻いてくれてるので、え、頑張っていただいて。どこ残ってるんだ。こちら側は全部つけたと思うんだけど、向こう側もね、あのちょろちょろついてたんだよね。まだ残ってるかこっち。あ、そうだ、そしてね、救急キットも取ろうか。私しか知らないもんね、場所。 OK、 救急キットいただきありがてえ。さ、あのサボタージュ持ちのメグちゃんに関しては多分ね、すぐにニカギ服が壊せると思うから、比較的そうなってくるとニカギ服を壊してたわけだね最初から。あ、こんなところにもね罠があると。うん、まあ、ちょっとメーターの方半分だけど、まあ、サボタージュ持ちのメグちゃんであればまだまだ壊せると思うんだよね。さあ、そしてここちょっと気をつけないといけないのがね、トラッパーだった場合草むらにかけてることもあるので。よし、 OK。 さあ、メーター半分、そして自己治療が終わったと。いや、ナイスだね今回の生存者。一回だけね、あのやっべ来てるって、一回だけね生存者あの吊るされたけど、大丈夫かな、来るかな、来るよね殺人鬼。ちょっとここら辺怖い怖い怖い、このスミッチョ、わー向こうから来たら見られそう。ん、トラバサミをスッと取って、わーやば、こっちから回ってくるんだ。こちら側には見に来ない、見られたら終わりなんだよね、後ろから見られたら。大丈夫、うん、言ったようだ、巡回終わったと。いやー、トラバサミ持ってったけどかけてはない。あ、やっべ、草むら草むら、この中に入っとこう。さあ、気づくか、一回ここ巡回したからね、気づかないか。あ、おっと、スッと通ってった。やっぱりね、このプレステージ衣装が本当に強いんだよね。さ、ただいまね、そこをちょっとロッカー開けていたと。 OK、 脅威はまだ近いけど、まあ一回スッと行ったぐらいだから気づかないかな。いやー、これ昔使ってたね、あの新衣装だと、もう多分今のなんてね、もうすぐバレてたと思うんだけど、バレずにこれいけたと。いやー、ほんとプレステージ衣装ね、役に立っております。苦労してねプレステージした甲斐あった。あ、あのメグちゃんだ、こっちまで来たんだね、つけちゃう。あ、メグちゃんこれ大丈夫かな。あのメグちゃんに一応お願いして、私はちょっとゲート付近まで走っていこうか。寸止めかな、殺人鬼来てるか、うん、ナイス、よし、ゲートが開けられそうだと。 OK、 じゃあね、草むら入らないように気をつけながら、ちょっとねゲートまで向かいましょう。さあ、今回ゲートが結構遠そうだね。まずはこちらのゲートに向かってと。誰も来てない、トラバサミもかかってない。 OK、 じゃあこちらね、責任持って開けさせていただきましょう。さあ、みんなこれ大丈夫かな、向こうのゲートに来てるっぽいもんね。にゃんこちゃんもピカピカしてないから、殺、え、ノーワンだ今回、マジか、ノーワン殺人鬼か。いやー、これ制限時間があるから気をつけないとな。これで、あ、非常脱出口やん。あ、メグちゃん気づいた、非常脱出口。
あんなとこあったよね、めぐちゃん。てかノーワン持ちだって、めぐちゃんやばくないか今回。あそこね、非常出口あそこ見えるね。あ、やっぱあのめぐちゃんも助け行くわけだね。オッケー、じゃあ一緒に行こう。ただね、ノーワン持ちだからあんまり近づきすぎるとやられそうだから、多分今粘着してそうだよね、めぐちゃん。そう思う？あ、やばい、こっち来るって。スッとやり過ごせればいいんだけど、どうかな、この壁っちょろのところでいけるかな。おばおばおば、あ、やばい、気づかれた。やっべ、ノーワン持ちだから痛がない、痛がない、痛おこれ、痛おこれ、やばいやばいやばい、痛ぜやっちゃったなこれ。あ、よかった、助けたようだ。でもね、気をつけないと。あそこ、お、廊下隠れた。あれ、気づいてない。もしかしたらあれかな、あの声が出なくなるようなパーク持ちの生存者かも。エースが治療してくれた。エースに初めて会った。あ、やばい、気づけろみんな、逃げろ逃げろ。ノーワン持ちだからね、絶対やられちゃいけないから頑張れエース。ありがとうねエース、もうほんの少しだけど。ちょっと私こっちに離れよう、生存者から。ね、向こう傷ついた人いるから、向こう絶対近づいちゃダメだから、こちら何も関係なさそうなこっち側に逃げて。今回吊るさないのって2かけ役がないからだ。あー、こっちの方戻ってきちゃった。これで自己治療、あー、まだエースを探してチョロチョロしてるか。さあ、これで自己治療がね完了するとこまで行ければいいんだけど。ん、オッケー、ちょっと安全地帯に逃げましょうか。向こうやばいな、あそこ来てる。ゲートを多分ね必ず開けに来るやろうっていうのでね。殺人剣戻って、あれエースやん、あそこで自己治療してるんや。他の生存者大丈夫かな。あ、ちょんちょんしてる、直したいよって言ってんのかな。ちょっとよかったら私を直してくれ、ありがとう、助かったぜ。ナイスだね今回、ナイスチームワーク。さあ殺人鬼が向こうにスッと行って、やばいやばいやばい、気づかれそう気づかれそう。あ、エースもチョロチョロしてんだ。あぶね、あれ当たったらまだ制限時間内じゃないかな。ちょっとここら辺で、ね、私スッと、メグちゃんもチョロチョロ走っていると。ナイスだね、お、ナイス、トラバサミ。そうなると向こうのゲートかな、トラバサミかけてあったか。こちら側はね比較的安全。あ、よかった、ノーワンのこれ制限時間終わったんだ。あ、メグちゃんだ、やっぱ気づいた、非常脱出口。あ、行けよって言ってる、こっから脱出したいんだねメグちゃん。わかった、じゃあ私行くわ。一人傷ついてるからね、それが大丈夫か気になるんだけど。これチョロ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 しながらね、私、無事エスケープと。さあ、一人切られてる生存者がねどうなってるのか気になるところではあるんだけど、ひとまず私は脱出と。多分一人がね非常脱出口で脱出してくれるんじゃないかな。さあ、そして今回も1万ポイント以上と、救出とかは特になかったけどポイントがね比較的入ったと。1万3200ポイント入りました、ありがとうございます。さあ、そしてねしょぼしょぼ救急キットもいただき、ありがとうございます。さあ、メンバーまだ残ってる、3人残ってるね。ねみんなかなりポイントいってるね。さ、1人傷ついた方は、あ、こちら側開けたんだね、いやよく頑張ったね、うん、あ、エース、エース頑張れ、エース、エース頑張れ、あぶあぶあぶで、エース頑張れ、エース頑張れ、よしよしよし、お、メグちゃんも来た。さ、エースとメグちゃんが、ちょん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 、メグちゃん治療してほしかったのかな。さ、切られてダウンして無事脱出と。さ、もう1人は非常脱出口から脱出と。いやー今回素晴らしかったねみんな、うん、はい、ということでね今回 GG でございます。4人中4人脱出ね、いやー、あ、笑ってる、 LOL って言ってる、ナイスチームってね、うん、誰も見せなかったのはね本当に良かったね。いや、まあやっぱりこのサバイバルランクもね、あの私のランクよりもね上だから、いやみんなかなりやり手だったね。まあ殺人鬼もねノーワン持ちで、あの結構これ大変だったけど、まあ、今回の殺人鬼でもちょっとかわいそうだったな。あのめぐちゃんがね専門でずっとサボタージュしてたっぽくて、多分にかけ服の方がねほぼ壊滅しちゃったんじゃないかなと思います。さ、ちょっとねポイントの方割り振っていきましょうか。めぐちゃんの方はねただいまレベル46で、ちょろちょろ鍛えております。はい、ということでね、まあこれからもこのめぐちゃんを使ってねコツコツとデッドバイデイライトやっていけたらと思っております。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。
最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。